皆さんこんにちは、吉松いくみです。今回も始まりましたよ、いくみずボイスの時間です。いくみずボイスは文字通り様々なトピックをラジオ風に語るチャンネルです。皆さん何かをしながらいくみずボイスを皆さんのお供に聞いていただけたら幸いです。それでは早速今回のテーマに行きましょう。今回のテーマは私が最近見たおすすめ最新映画情報、イエーイ。ということで今日は4つ皆さんにおすすめの映画をお伝えしたいと思います。さあそれでは早速最初の1つ目はじゃじゃん、フォード&フェラーリです。いや日本の公開は1月10日らしいですね。もう公開されていると思います。もうこれは絶対に映画館へ足を運んで大画面で見てほしいです。こんなにね大画面で見なきゃもったいない映画はないっていうぐらい女性も男性も楽しめる映画です。やっぱりねこれポスターとか見るとなんかこう F1 のねこうレースの話でなんか男の人が喜びそうな楽しめる映画でそう映画でしょって感じがするんですけど、で私も最初そう思ってたんですが、もう全然女性でも楽しめます。もう臨場感半端なかったし、こうカメラの撮り方もなんだろう、一緒にもう車に乗ってる臨場感を味わえるのでとっても楽しいです。まあもちろんそういう臨場感を味わえるっていうのも醍醐味の一つなんですが、もう一つ注目してほしいのは音ですね。スクリーニングで監督のお話を実際に聞いたんですが、あれって本当に実際に映画に出てくる車の音をレコーディングしてわざわざ使っているっておっしゃっていたので、まあ、ハリウッド映画ってねでもびっくりするぐらい誰も気づかないようなところまで細部にこだわって作られているんですが、まあ、今回もね全部出てくる車の音は実際のその車を動かした音で録音しているということでした。はい、ということでフォード&フェラーリ日本の公開は1月10日です。絶対にこれは皆さん映画館で見てほしい一つの作品です。さあ次の作品いきましょう。2つ目に紹介する作品はじゃじゃん、スキャンダルです。日本の公開は2月21日金曜日だそうです。このスキャンダルという映画のストーリーは実話に基づいた映画です。ハリウッドでもねムーブメントになりました、あのミートゥーブーブメントを象徴する大スキャンダルのお話です。こういうねもうパワハラとかセクハラっていうのはどういう業界にでも存在するものなのかもしれないんですが、やっぱりねこの映画のストーリーでもあるあのアメリカのフォックステレビを相手取ってあの戦ったニコール・キッドマンの役、もう女性のヒーローですよね。拍手、イエーイ。もうスカッとする映画なのでぜひ皆さん見てほしいです。あのキャストもね超豪華中の豪華です。シャーリーズ・セロンでしょ、私大好きな女優さんなんですよ。あとニコール・キッドマン、そしてマーゴット・ロビーさんというねもう本当に今ホット中のホットハリウッドスター3人が出てらっしゃいますので、ぜひ見てほしい作品の一つです。さあ続いて3つ目に紹介する作品はじゃじゃん、ちょっと長いですよ、ビューティフルデイインザネイバーフーっていうね日本語訳にはなってない感じがしますよね。実はこれトム・ハンクスの映画なんですが日本公開予定未定ということでした。今もしかしたら私がこのいくみずボイスを流してる途中にもしかしたら公開が決まるかもしれないんですが、現時点では公開予定がないということでね、めちゃめちゃいい映画でみんなに見てほしかったのにその機会がないっていうのはとっても残念なんですが、一応紹介しておきます。このストーリーはですね大人気の子供番組国民的司会者のフレッド・ロジャースさんとあとその方を取材に訪れた記者の話なんですが、まあね、それだけ聞くとね、なんか、子供番組の、なんか、記者とそういう、なんか、インタビューで面白くなさそうって思うでしょ？あのね、私も最初、思ってたんですよ。で、映画館行ってね、映画見ながら、最初の前半は、
ああ、やっぱな、これちょっと絶対つまんないやつだなとか思って見てたら、さすがトム・ハンクスの映画は期待を裏切らないんですよね。もう気がついたらぐん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 映画に飲み込まれちゃって、吸い込まれちゃって、最後の最後はもう会場にいたお客さん全員 しくしく涙を皆さん流してました。作品が終わって皆さん大体トイレを我慢してトイレに駆け込むっていうのは多いんですけど、この映画ばかりは皆さんティッシュを求めにトイレに駆け込む映画でした。一言で言うなら、現代人のカウンセリングというか、心のサプリメントのような、心に深く深く入り込んでくる不思議な、そして温かい感動する映画でした。日本の公開が決まることを願っています。さあ最後4つ目いきましょう。最後の映画はナイブスナイト、名探偵と刀の館の秘密。はい、日本公開は1月31日です。もうすぐですよね。これはもうすごい、一言で言うならライターさんにもう拍手の映画でした。名探偵ってタイトルだけあってですね、ストーリーもミステリー小説を読んでるような感じなんですけど、このね、映画の途中途中に出てくる、ところどころ出てくる小さな出来事というか、わからないサインが、最後の最後の最後で全部点と点と点がつながってって、ああ、これがこうなって、こうなって、こうなるんだ、うわーっていうのがすごい感動的で、なんかこう、ジグゾーカズル、カズルじゃない、ジグゾーパズルを最後カチッて枠にはまる感覚がとっても気持ちよかったです。あとはね、もちろんキャストもね、豪華です。007のね、ダニエル・クレイグさんとか、アベンジャーズのキャプテン・アメリカのクリス・エバンズさんだとか、その他もろもろいろんな方が出てらっしゃるので、それもそれでとても見どころのある映画でした。いろんな映画を見る機会がある中で、この4つは最近のイクミン推しだったので、皆さんにシェアさせていただきました。それでは最近皆さんが見たね、映画これ良かったよとか、逆にね、私は日本の映画をあんまり知らないので、いい映画があったらぜひ教えてください。さあ、それではいかがだったでしょうか。短い時間でしたが、今回もイクミズボイス聞いてくれてありがとうございました。もしよろしければ高評価をお願いします。また、またね、チャンネル登録をしていただいて、皆さんもイクミンの一員になってくれたら嬉しいです。イクミズボイスのテーマも随時募集しております。それでは皆さん、今日も笑顔あふれる一日をお過ごしください。 See you soon. Have a nice day. Bye bye.